どうもポテトンです。今回は惑星ゼフォのボス ATST を楽に倒せる方法をご紹介していきたいと思います。まずボス戦を簡単にするためにスキルのクイック反射を覚えていきましょう。でボス戦が始まったらまずはね距離を詰めて近距離で戦うようにしていきましょう。近づくときにレーザーを打ってくることもあるかと思いますが、ここでクイック反射があると自動でレーザーを弾き返してくれます。足元まで行くと普通の爆弾かスタンボムをね落としてくるかというだけになりますので、非常に戦いやすくなるかと思います。これを避けながらタイミングを見て切っていきましょう。で爆弾から逃げる際に ATST とのね距離が空いてしまうとこのようにレーザーを追ってきますので、この際にねクイック反射があれば今のように弾き返すことができるのでダメージを受けることもないです。はい、といった感じで遠距離だとちょっとね戦いにくいかとは思いますが、近くまで行けばね結構簡単になるかと思うので、よかったら皆さんもねクイック反射を覚えてから挑戦してみるようにしてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ではまたねー。